北海道函館市。町の中心部から車で約30分ほど、大沼国定公園です。ここでは大沼合同遊船株式会社が運営する遊覧船ツアーが行われています。まずこれからですね、ガイドを務めるのは元海上自衛官の佐藤勝さんです。沼で今回は佐藤さんに再就職先についてのお話を伺いました。大沼合同遊船株式会社に勤務している佐藤勝です。昭和61年3月に入隊して以来、36年間ほぼ艦艇勤務に従事していました。航海課員として船の確実な操船安全運航に対する的確なリコメンド等を念頭に置き勤務しておりました。現在ガイドとして遊覧船に同行して、近い将来船長になるための基礎的なことを学んでいます。ガイド役として乗船するためには、地域の歴史をたどり知識を吸収し、分かりやすく説明することに重点を置きつつ、日々経験と改善を重ね、お客様の安全を第一に考え、お客様と身近に接する業務に従事することにやりがいを感じています。自衛隊生活の中で培った団体生活をはじめ、規律の厳守、責任感、協調性、何より艦艇、教育機関等数々の場所において、さまざまな人に接することで身についたコミュニケーション能力が今の職場にマッチングしていると思います。自衛隊生活でのさまざまな経験が身についているからこそ、なせることがあるのだと思います。海上自衛官は目先が効いてスマートですので、企業の一助となると考えます。自衛隊に対しての印象は人それぞれかと思いますが、積み重ねた経験値や何かをやり遂げる姿勢に価値観を生み出し、採用へつなげていただけたらと思います。